座標の場所はここね。うん、そのはずだよ。待て、人の気配が。いや、おかしいな。あっちに何かあるよ。これってもしかして工学都市バーゼルの中央端末アウローラかしら。あの事件の際に爆破されたものの試作機の方は残っていると聞いたけど、資料で見た限りこんな色ではなかったわ。黒い大型端末。犯人の姿は見えないが、おそらくこいつが動力ネット障害を引き起こした元凶だろうな。バーゼルの時はアウローラがネット上の莫大な演算リソースを利用することで、その副産物としてネット障害が発生したと聞いているわ。エリュシオンの時もそんな感じだったかな。あっちはもっと大規模だったけど。そうなると問題は演算リソースを活用して何をしようとしているのかだな。ええ、けれどこの場でそこまで調べられるとは限らないわ。ひとまずこの黒いアウローラを停止させることを優先しましょう。お願いできるかしら。うん、やってみるね。危ない！なんなんだこいつら、気配がおかしい。獣型の影、なんてまがまがしいオーラ。この端末を守っているのか。そんな理性があるようには見えないけどね。単に踏み込んできた人間を皆殺しにすることしか頭になさそう。いずれにしても迎え撃つしかないわ。来るわよ。キャンベル参ろうか。続くよ。頼む、オークレール。遅い。お返しするね。付き合いだ。お願いスーちゃん。クッス甘い。ショック。やっ、うっうっ。お返しするね。えい、キュッ。付き合いだ。正気はっはっ。甘い。まだだ。まだまだいけそうだね。なんとか止められたけど。こいつら思った以上に強い。それにこの感覚は。ええ、これはまるで赤黒き魔装機。さすがにあそこまでじゃないけど、それでもかなりの脅威だったのは確かね。うん、でもこれでようやく。まだ終わってないぞ。今度は3体も。それだけじゃないみたい。嘘。くそ、相変わらず気配がつかみきれない。にしてもこの状況は。さすがに持たないわね。私が何とか道を切り開く。二人はその隙に。そんなことしても俺たちもすぐ追いつかれるだろう。だが俺とあんた二人が残ったら、ナーディア一人くらいは。スーちゃん、約束したよね、最後まで一緒だって。私スーちゃんと一緒ならこそ、どんな場所でもどんな辛いことがあっても笑っていられるんだよ。ナーディア。なあちゃんたちが奴らの注意を引けば、エレインさん一人ならその突破力で逃げられる可能性が高いんじゃないかな。そんなことできるわけが。
行こう、スーちゃん。ああ、最後まで一緒だ。待ちなさい。